大阪で人気の出た手塚治虫はたくさん出版社のある東京へ出ましたけれどどこの出版社からも断られ続け自信のあった彼はがっくりと落ち込みましたしかし子供たちは手塚治虫の漫画を待っていましたその声が出版社に届きついに漫画少年というとても評判の良い漫画雑誌で連載をすることになりました それがジャングル大帝ですアフリカを舞台に白いライオンが活躍するこの漫画はとてもスケールの大きなお話ですぐに大人気になりましたそしてたくさんの注文が殺到するようになり手塚治虫はどんどん漫画を描きました人間のように温かい心を持った少年ロボットのアトム 男の子のように育てられたお姫様のサファイア。どのキャラクターも子供たちを夢中にさせました。そして、手塚治虫は日本一の漫画家になったのです。